マーベルズ・スパイダーマンは、インソムニアック・ゲームズとマーベル・ゲームズ、ウォルト・ディズニー・カンパニーが開発し、ソニー・インタラクティブ・エンタテインメントより2018年9月7日に発売された、プレイステーション4用ゲームソフト。2020年発売の続編、マーベルズ・スパイダーマン、マイルズ・モラーレスの、アルティメット・エディションでは、本作のプレイステーションをリマスター版がセットになっている。 本作は、アメコミ原作のヒーロー、スパイダーマンを主人公として操り、既存シリーズから大きく異なるエピソードを辿ったゲームオリジナルの世界観をもとに数々の事件に挑むというゲームである。街中をウェブシューターを使ってマンハッタンを自由に飛び回って移動しつつメインストーリーを進めたり、任意プレイのサイドストーリーやミニゲームに挑むことができる。イベントの中では、 戦闘が発生することが多く、ここでもウェブシューターやガジェットなどを使用し、裏がる数多くの敵を撃破していく。なお、時代設定は2018年で、スマホが登場したり、仮想通貨が流行っていたり、と世界観は現実世界近未来相当となっている。ゲーム版の世界も、マーベルコミックのマルチバース設定に組み込まれており、平行世界のスパイダーマンが多数登場する。 クロスオーバー作品、スパイダー・ゲドンに、本作のスパイダーマンが登場した際には、ゲーム版の世界は、アース -1084 と呼称されている。今作は、米国内、世界では、過去15年で最も売り上げた、スーパーヒーローゲームとなり、以前は、マルチプラットフォーム込みで最多の売り上げだった、バットマン・アーカムシティの売り上げを超えたことを発表した。主人公であるピーター・パーカーは、 おじであるベンパーカーの死や恋人エムジェイとの破局を乗り越えヒーローとして8年にわたり活動を続けていた。そんなある日、裏社会のボスであるウィルソン・フィスクを捉えるチャンスが到来する。激闘の末、ついにフィスクを逮捕することに成功するが、逆にニューヨーク全体を未曽有の大混乱に陥れる事件の幕開けになることは知るよしもなかった。 フィスクとデーモンが消えた穴を埋めるかのように対等し始めた犯罪組織マギア。組織内ではニューヨークを支配しようとするドンたちの権力争いが勃発していた。そんな中、突如として現れたかつての恋人、フェリシア・ハーディ、マフィアの復興を企む新たな敵ハンマーヘッドがスパイダーマンの前に立ちはだかる。スパイダーマンはニューヨークの街を守るために シルバーセーブルらと協力する。ゲーム雑誌、ファミ通でのクロスレビューは40点満点中36点で、プラチナ伝動入りを果たした。ゲームアワード2018では、受賞自体は逃したものの8つの部門に、ノミネートされた。プレイステーションアワーズ2018では、ゴールドプライズ及びユーザーズチョイス賞を受賞している。ありがとうございます。